北口ホーム、東長崎駅は、東京都豊島区長崎5丁目にある、西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は、SI03。豊島区最西,西端の駅。練馬駅から分岐する、豊島線の列車も、利用可能である。島式ホーム2面4線を有する地上駅。江戸田駅の優等列車対避機能を移転させるために、駅改修工事が施行され、 2008年6月14日より、当駅での優等列車通過退避を開始した、京上駅舎を有している。ホームと改札、改札外と北口、南口地上との間をそれぞれ連絡するエレベーターと、ホームと改札外、改札外と南口地上との間をそれぞれ連絡するエスカレーターが設置されている。トイレは2階改札内にあり、多機能トイレを併設する。 当駅のホーム有効庁は重量編成に対応しているが、これは緊急時に有頭列車等が臨時に使用することを想定したものである。江戸タ寄りの上り本線通り、本線間に片渡り線があり、3.4番ホームには下り方向の出発信号機が検釈されている。現在では臨時列車や土、休日ダイヤの早朝に、 宝屋始発の定期改装列車が当駅4番ホームに到着後、下り方面へ折り返す時に使用されている。なお、夜間留置は現在行われていない。当駅の構造、配線は2007年3月以降、駅舎改築及び退避施設設置などにより、以下の通り変遷している。長らく、練馬、所沢、反応方面行きホーム南側に側線を持ち、 朝ラッシュ時に運用された、編成の夕方までの一時留置に使用していたが、駅改良工事に伴い2005年10月に撤去され、当駅で留置されていた編成は、池袋駅電流線、または、ホヤ電流線への留置に転換された。また、かつては、池袋方面行きホーム北側にも側線があり、工事、保線用機械が留置されていたり、ホヤ電流線から出庫し、 池袋に改装される旅客車両の時間調整や定期列車の通過待ちに使用されていたことがある。駅の改良工事は第3セクターの東長崎駅整備株式会社を事業主体とし国土交通省の鉄道駅総合改善事業として工事が行われ2007年3月6日にホーム番号を変更同年3月16日より 新しい協定駅舎の供用を開始した。さらに、同年9月16日に、新上りホームの供用を開始し、2面4線の、形態となった。2020年度の1日平均乗降人員は2万1461人で、あり、西武鉄道全92駅中32位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下記の通り、所在地名に由来する。 東長崎となったのは、長崎県長崎市の長崎駅と区別するためである。ありがとうございます。